第一節手術療法がん治療の中心になっている治療法でがん病相を根こそぎ切除する治療法ですしかし手術療法は局所を治療する方法でがんにかかり安い体質を治すことはできません現在の手術療法はがんが初めにできた原発病相とその近くのリンパ節の転移病相に止まっている場合のみ これらを切除してがんを完全に治せる可能性がありますがん細胞が原発病層から遠いリンパ節にリンパ行性転移を起こしたり血液に乗って他の臓器に血行性転移を起こした場合はがんの広がりが現在の手術技術で切除できる範囲すなわちメスの及ぶ範囲を超えてしまうため原則として手術療法で がんをすべて切除することはできず、したがって、手術療法でがんを根治、完全治癒することは不可能になります。また、破汁性転移があり、がん性胸膜炎やがん性腹膜炎を起こしている場合も、手術療法では根治させることはできません。消化器がんの場合は、血行性に起こる肝転移や肺転移を切除すると、 がんが完全に治癒する症例も確率は低いのですが、一定の割合で存在します。また、腎臓がんの一部には、原発素の腎臓を切除しただけで、肺への血行性転移病巣が消えてしまう症例もありますが、あくまで例外的な現象です。がん細胞は、原発病巣から細胞単位で有利して、リンパ液や血液に乗って移動し、 体中に小さい転移病を形成すす。る可能性がありますこの小さい細胞レベルの転移病層は現在の進歩した CT や超音波による画像診断技術を使っても診断不可能です。画像診断で診断するには少なくとも眼病層が一定の大きさ 5mm から 10mm 以上ないと不可能です。このため、手術で 肉眼的にがんを全部取り切ったと思っても他の臓器に存在する小さい転移病層が将来増殖して再発することがあり手術をしても必ずしもがんを完全に治せるとは限りません手術後にがんが再発した場合はもう一度手術して切除することができる場合もありますしかし多くの場合はがん細胞が 多数の臓器に電移を形成しておりこうなると再び手術で病巣の全部を切除することは不可能になります一般的にがんを早期に発見して小さいうちに手術で切除すれば高い5年生存率が得られますががんの発見が遅れてがんが進行した段階では手術してもその5年生存率は低くなります 他の臓器に血液に乗って、がんの血行性転移が起こった場合は、わずかな例外、大腸がんの肝転移などを除いては、原則的には手術では治すことはできません。しかし、がんを早期に発見して手術しても、すぐ再発して死亡することもあれば、かなり進行していても、多臓器への転移がない場合は、手術すれば治る場合もあります。 がんの手術による治療成績は確率の問題であり、がんが小さければ小さいほど5年生存率は高くなり、逆にがんが大きければ大きいほど5年生存率は低くなります。いずれにしても、いかにがんを早期発見するかが、がん手術の治療成績すなわち5年生存率を左右する大きな要因といえます。今のところ、 白血病や悪性リンパ腫のような血液のがんを除く各臓器のがん固形がんというでは手術療法は最も強力な治療法ですしかし基本的には手術とは人間の体に大きな怪我をさせることで大なり小なり後遺症が残りますこのような意味では外科手術は完全治癒を放棄した治療法であるともいえます 手術による後遺症は、手術よる傷、手術層のような小さいものから、苦痛の大きい臓器欠損症状まで様々です。また、手術中の大出血や、手術後に起こる合併症で死亡する場合あります。手術中から、手術後1ヶ月以内の手術に起因する死亡を、手術死亡と呼びます。代表的な胃がんの手術で、 現在の日本での手術死亡率は1%前後です。この1%という数字は、現在の手術の技術では、胃がんで100人手術すると、1人くらいは、手術が原因となって死亡する可能性があることを意味します。がんの手術で大切なことは、肉眼的に存在するがんの病巣を完全に切除することです。したがって、 原発病相と転移している可能性のあるリンパ節を切除することに外科医は全力を傾けます。日本ではがんのある臓器の周囲のリンパ節をできる限り広く切除するリンパ節核起用しリンパ節を周囲の脂肪組織などに含めて根こそぎ切除する手術術式がごく普通に行われているためがんの手術というと。 周日重ね手術により体が受ける損傷の度合いが大きくなる傾向があります日本では各施設がリンパブ資格清止の程度でがんの5年生存率がどの程度違うかを比較した結果を報告していますそれによるとできるだけリンパブシを広範囲に切除する拡大リンパブ資格清止が有効であるとの報告が多いようです すなわち、がん手術に伴うリンパブ核格清は、治療的な意義がある、つまり、リンパブをたくさん切除すればするほど、がんの手術の5年生存率が向上するという見解が常識とされています。しかし、欧米では、がん手術に伴うリンパブ核格清は、治療的な意義はなく、がんがどの程度進行しているかを知るだけの診断的意味しかない、つまり、 いくらリンパ節を切除しても、がんの手術の5年生存率は向上しないという見解が常識となっています。つまり、日本の外科医のがん手術時のリンパ節核清しへの見解は、世界的標準、グローバルスタンダードからは異端となっています。しかし、外科医ができることは、患者のがん病相を、たとえ、リンパ節1個たりとも残さず、徹底的に切除することであり、 がん患者を救うのは、手術しか方法がないのだから、少々の後遺症は仕方がない、と考えるのが、現在の日本の外科医の主流となる考え方です。リンパ節は、体の免疫を司る重要な臓器だから、やたらに切除しない方が良いとの意見もあるのですが、日本の外科医の間では少数意見です。手術療法による五年生存率は、統計上は、 最近少しずつですすが良くなってきてきいますこれはがんの早期診断が進歩し予後の良い早期がんの手術が増えたために成績が良くなったのか拡大リンパ部資格清により進行がんの生存率が向上したために手術成績が良くなったのかは議論の分かれるところですが私の見解では 進行したがんの手術成績はあまり改善していないのが現状であると考えますがんに対する手術療法は現在の時点でほぼ確立しておりこれ以上手術の方法を工夫してもがん手術の5年生存率向上はあまり期待できそうにありませんただし転移の可能性のほとんどない早期がんに対して手術の後遺症を少なくするために 不必要な拡大切除を避け、切除範囲を縮小する工夫が、以前より重要視されるようになりました。